カジサクです。どうも、エビサクです。やったー。さあ、今日なんですけども、なんとですね、あのメルカリさんから話をいただきまして、こんな企画を考えました。大掃除で出てきたものをメルカリで出品しよう。これが新企画になりますね。今までやったことはないんですけども、皆さんやっぱりこの年末になってきますと、大掃除するじゃないですか。やっぱり我が家はカジサク家もやっぱりね、大掃除するわけですよ。そんな中でちょっと出てきたものをね、メルカリさんでね、出品するんですよ。ね、やっぱり安田家とかもあるわけでしょ。ありますね。ね、我々もあるわけ。やっぱり人数も多いし、っていう中で、ちなみに嫁サックの部屋はちょっと今までもこれからもまあ出すつもりはないんで、大掃除やったんですよ。そんな中で嫁サックはこれちょっと出品しようというものがあるみたいな。何ですか？化粧品です。お、化粧品？そう、ほら、せんちゃんがさ、メイク用品が好きじゃん。好き、大好きなの、せんちゃん。どんどん成長して。そうで、私の化粧品をちょっと隠れてこう、はいはい、履いちゃった。で、すごく私が気に入ってるアイシャドウのセットがあるんですよ。で、それを、せんちゃんが隠してたんですよね。自分のものとしようと思って隠してたやん。なるわーすごい、いちいち怒ってるんですけど。そうダメだよっていうのはちゃんとね。すごい気に入ってたのがなくなっちゃったので、私新しいのを実は買ったんですよ。新しいのわざわざ買った。そう、すごい。ちょっといい、まつげがここについてる、めちゃくちゃ可愛い。可愛い。まつげのつき方が抜群に可愛い。はい、大丈夫。聞いたことないけど。はい。で、今回大掃除をして、大掃除したんですよ、本当に。それが出てきた。せんちゃん隠したやつ、せっかく買ったのに2本になっちゃって。ってことはやん、まさか。これが出てきたやつなんですけど。あ、これがちなみにせんちゃんが隠してたやつね。そう、隠してたやつ。うん、買っちゃったんだよね。買っちゃったやつ。だから、この買っちゃった方を出品しようかなと。いや、すごい。これはすごいよ、嫁サックお気に入りのこの化粧品ですね。これだからアイシャドウかな。アイシャドウ、アディクションのアイシャドウです。あ、見えました、ありがとうございます。隠し方独特なんだよな。ピンク合ってる。合ってますよ、はい。じゃあよくあんねん、コメント欄にこれやった時に、いやいや、カジサックお前の顔面にピンと当たった。傷つくねん、結構。俺も当てたくて当てたくて。難しい、ピンと当てるのが。難しいですね。でもこれ安静、嫁サックはこれを出品。わー、すごい。これ、今つけてるんですけど、実は実際今もこれつけてるのが、今日のアイシャドウがこれ。そう、アディクションのアイシャドウのタイニーシェル、31番のタイニーシェルっていうのがこっちです。94番の、シャングリラっていうのがこうちょっと赤いやつね、際に入れたりするやつ。なるほど。このセットがすごい気に入ってて。はい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 。すごい気に入ってたんだけど。めっちゃショックやったんじゃん、隠された時。めっちゃショックだった。めちゃくちゃ怒ったよ。めちゃくちゃ怒った。どこに隠したの、言いなさいっつってな。わからないって。本人もわが忘れちゃってて。そうなんですよ、せんちゃんってあっちこっちに隠したりするから。あ、そうだ、それで言ったらこの間、トンボさんのメガネ収録中に玄関に隠されてた。ないないないっつって。怒らないと思う。そうなんです、今ちょっと彼女がね、ハマってるみたいで、自分のものにするっていう、隠すっていうのに。でも見つかって無事に。そう。でも買ってたものをせっかくだったらこの企画で出品してくれるってこと。わー、素晴らしい。これは太っ腹やね、ヨムサック。で、私日焼け止めをね、いつもストックで買うようにしてるんだけど、はいはいはい、やっぱりこれだけじゃね、あれだから。いやいや、十分だ。え、ちょっとマジで言ってんの。ストックをおまけとしてつけようかなと思って。ええ、じゃあ全部でこの3つってこと。そう、マジで。うん、すげえ。嫁サックも顔横にしてる。取れた。取れてます。嫁サックの顔画面に入ってますけど。いや、すげえ。じゃあこの3つ。すごい、相当すごいやん、これ。どうすんの、じゃあこれ。8万ぐらい。そんなに。プレミアやろ。いや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 、いくらぐらいですか。これが3700円ぐらいで、定価がね、これ定価が3700円で、これが2000円かな。これが2000円ってことは、合計定価で言ったら7500円ぐらいってこと。まあ8000弱。8000弱。どうすんの。2000円ぐらい。うわ、ええの、皿やで。だって一瞬で売れんじゃん。そうだね、2000でいくじゃん。すごい。わー、すごい。だからさ、わかりました。じゃあ嫁サックが出品するのはこちらのアイシャドウ2種類とこちらの日焼け止め、2000円で出品いたします。素晴らしい。そして私、カジサックはですね、カジサックはちょっと部屋別に映せるんで、ちょっと今から実際部屋行ってちょっと選ぼうかなと思って。なるほど。はい、行きますんで、はい、お願いします。
さあ、というわけで、はい、司会作のこちら部屋なんですけど、うん、妊婦体験とかでも移しましたよね、はい、でも結構僕も掃除したんですけど、はいはいはい、片付いてはいるんですが、はい、迷ってるんですよ、どんなんがええかなと思って。確かに、あのメルカリこれちょっと調べさせてもらって、はい、みんなこんな感じで、うんうんうん、どんなものみんな出してるんやろみたいなね、財布とか、うん、靴とか、うんうんうん、いろいろありますが、どんなんがええかな。そうっすね、うん、いろいろあるっちゃあるねんけどね。ちょっとすいません、いろいろ気になるところがあるんですけど、そのな、そのなんかあれなんですか、あのちっちゃい子供服みたいなやつ。あ、これ緑の、これめっちゃ可愛いね。これなんすか、それチビのギリギリスのやつ。あ、本当だ。そうそう、これちなみにね、はい、もう何年前や、10年ぐらい前かな、パネルの扉っていう番組で、はい、ドッキリで、はい、だ当時が2歳ぐらいの時に、はい、これ着て出てきたんですよ。わあ、僕知らずに出てきてみたいな、うん、みたいな感じの時に羽飛びが作ってくれたやつ。かわいい。これは出されへんで。いやいやいや、それはダメです。これは出されへん。重いですもん。ちゃんと後ろ羽も作る。わあ、すごい、うん。それはダメですね。これダメやな。はい、なんかこれは。これはこれはでももう今後使わないですか。いや、使う。最近ね、はい、さっきちょっとオープニングでセンちゃんの話出たけど、はい、センちゃんがもう最近暴れまくってるんですよ、はいはいはい、で最近センちゃん異常にこれ気に入っててたまに僕仕事から帰ってきて、はい、ただいまーって帰ってきて、僕部屋こうやって戻ってきたら、はい、センちゃんこれかぶって一人でここちょっと、はい、面白いって言って面白いな。もうあれは笑うてまうけどね、うん、まあこれはちょっとちゃうか。そうですね、帽子もね、僕ね結構ありますね、あるんですけど、全部お気に入りなんですよ。はいはいはい、だからちゃうかなっていうところなのかな、うんうんうん、難しいっす。難しいよな。確かに良くない、そういうのもありますか。ちょっと最近ね、はい、買い替えようかなと思ったものがあって、はいはいはい、これええかもな。加湿器。加湿器これ知ってる。はい、光んねんこれ。今の加湿器大体光るんですよ。そうやん。そうなの。これ山さんが買ってきてくれてんけど。いい匂いとか出せるやつじゃないですか。そうそう、ここからピシャーって出て、はいはい、で最近ちょっと買い替えようかな思って。でもなんかカジサックっぽくないよな。確かに。うん。カジサックっぽいもんがいいよな。あ、そうですね。それで言うたらね。確かにちょっとそういうのが。あ。あ。もう1年ぐらいやってないな。大人ギリギリさあるね。そうですね、もう破けてる、見て胸破けてこれ傷だらけ。なんで傷だらけになってるかっていろんな企画やってるんですけど、はいはい、もう何個かオクラにしてるんですよ。見てこのお尻とかほら、うわうわうわ、ドロドロですね。うん、ちょっとでもドロドロすぎるか。そうですね、ってなってくると、はい、なんかちょっとやっぱり、うん、皆さん買われるわけなんで、あんまりね、うん、そのいらないとかではないですもんね。そうね、はい、いらないとかではないから、はい、じゃあもうちょっといっちゃうじゃん。え、なんすか。これはいいんじゃない。はい、ジャージ。わあ、それはいいっすね。ガチのやつ。ちなみにブッカさんでこれ1回配信でお伝えしたんですけど、これ半袖バージョンね、はいはい、はい、いいっすね。これ来年の夏、うん、これでやろうと思って。楽しみっすね。そうだ、これちょっと初めて見せるかもしれない、はい、実はこれブッカさんとのコラボで半袖半ズボンのやつ作ったじゃないですか、はいはいはい、実は最近、はい、ようやく、はい、長袖できたんですよ。うわー、素晴らしい。すごいね、これいいでしょ。すごい。これをどっかのタイミングで着始めるんで僕、うんうんうん、そうだそうだ、最近できたのこれ。うわー、素晴らしい。可愛らしいでしょ、ブッカさん。いいですね。これはちょっと出せないんで。そうですね、これはもう着てきますもんね。マジで最初らへんにずっと着てたやつ出そうかこれ。いい、これワンセット出そうか、これズボンも一緒に。ほらちょっと汚れてたやつの。本当だ、リアルでよくない、はい、リアルでよくない。これは思い出ですもんね。うん、わ、これめっちゃいいじゃないですか。これありじゃない。はい、じゃあさ、はい、これプラスさ、はい、なんだったらこの下のシャツも作るか。え、これあれ、これ嫁作がそうオーダーしてくれた、オリジナルで作ってくれたやつ。これもよくない。これ多分嫁作に来たら絶対いいよって言うと思うから、うんうんうん、これもだフルセットよ。お、あ、じゃあタオルもつけちゃう。え、あるよ、即。これ、俺のこだわりのフェスタオル。もう、ここのコンビニのやつじゃないと嫌だって俺、言うてる、はい。ちなみにセブンイレブンさんの、はいはいはい、セブンイレブンのタオル。これで、これどうよ。わ、めっちゃいい。フルセットやで、カジサック。はい。出そうか。はい。いいんすか。いいよ。じゃあ僕、このフルセット出しますわ。はい。また思いついた。え？ちょっと、まあ、これだけだと味気ないんで、はいはいはい、今から僕、はい、ここいつも僕これシールでガム手で貼ってるんですよ、はいはいはい、自分で作ってるんですけど、うん、今から作ろうかこれ。うわ、素晴らしい。ガムテープ貼ってここに返したくて書こうか。わ、めちゃくちゃいいじゃないですかね、はい、それ行こう。
さあ、というわけで、はい、私カジサックはもうジャージもカジサックフルセットですね。いや、いいですね。やっていきたいんですけど、ちょっとこのサックにこれ一応聞いとこうか。はい、このサック、はいよ。これさあ、うん、メルカリ出品してもいい？いいよ。軽っで、今からちょっとやりたいのが、はい、ちょっと手作り、だからこれリアルにいつも僕自分でやってるんで、はい、その制作を見せるわ。あ、すごい。こうやってね、こっからだいたいここってもう決めてるんですよ、僕は。はい、はい、見えました。まず一枚を貼るんですよ、うんうんうん、こうやってね、こうやってね、一枚こうやって貼ります、はい、もう一枚いくんですよ。で、軽重ねするんですよ。はい、軽重ね、で、ちょっとこう余ったりするじゃないですか、はいはいはい、ここはもうまたこれこうやって手で切って、手作り感すごいでしょ、うん、ほら、もうほら、はい、ぴったりぴったりでしょ完璧なんです、もう慣れてますから、これ見事ですね、これは。そう、はい、で、ここでもうカジサックって書いていきます。はい、じゃあいくで。はい、慣れてるから。うん、もうできました、早い、素晴らしい。だだだだだ、こうやっていつも作ってるんです、はい、そっくりでしょ、そっくりね。で、これ大事それ大事なんですか。え、それ大事ですか。すっごい大事、これやっとかんと、はい、あ、じゃあできたよっつってバンとかやったらこれビリってなるから。なるほど、前半それで何回もやってるからこれすごい大事だからできましたよ。うん、こちら上下、はい、ジャージ、まあちなみにごめんなさい、新品じゃないです、これもあえてね、あの僕が本当に初期ぐらいに多分着てたジャージだと思ったから、うんうんうん、ちょっとズボンとか結構汚れてたりするんですけども、うんうんうん、まああえて、はい、うん、ちょっとレア度はあるのかなと思います、うんうん、タオルと、はい、これね。さあ、そして大事なのは、はい、お値段ですね。そうですね、お値段なんですが、ちなみに、はい、定価を言いますと、タオルが確かね、約ですけど400円ぐらいなんです、はい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 、これ400円ぐらいで、うん、嫁サックがこれオリジナルで作ってくれたやつが、はい、これも約かな、はい、2500円、はいはい、そしてこちらのジャージが、はい、確か6600円が定価、はい、うんうんうん、全部で6600円、これでだから7000円、はい、で9500円ってことや、うんうんうん、全部で定価はね、まあ、1万弱ということですね。そうね、はい、これどうしようかな。いや、確かに値段大事やな、うん、あんまりね、やっぱこういうの高くあんまり出したくはないよね。そうですね、うん、分かりました。はい、カジサックじゃないですか、僕。はい、カジサックのサックで3900円でどうでしょう。わ、いいと思います。いや、それでいきましょう。素晴らしい。高いかな。いや、でもちょうどいい。390円の方がいい。300円、安すぎでしょ、さすがに。送料込みで送料の方が高いわいや、なんかちょうどいい感じしますけどね、3900円。ええかな。はい、じゃあ私、カジサックはこちら一式カジサックセット3900円で出品いたします。やったー。さあ、というわけで私カジサック、嫁サックの出品するものは決まりました、うん、ちなみになんですけど、こんな形かな、これ、わかります？この、はい、あ、ごめん、大丈夫映ってます？映ってますよ。恥ずかしい。恥ずかしいってどういうこと？どういうこと？もう大丈夫です。いけた？はい、いけてます、いけてます。オッケーオッケー、よかった、取れた、取れた。そう、こんな形でちょっと出品したいんですけども、はい、今回僕思ったんですよ、うん、カジサック、嫁サックだけじゃなくて、うん、せっかくだったらこの企画、チームカジサックのみんなも出品するのどうかなと思ってね、うん、ね、はい、そうなんですよ、いいですね、安武、トンボ、土橋くん、中野くんと、うん、実はですね、うん、彼らはもう部位を取ってきてくれてるんですよね。そうなんですよ、自宅で大掃除してんでね、はい、そうなんですよ。ちなみに今、トンボさんは現場にいないんですけど、うん、取ってきてくれてるんで、うん、そちらの方ちょっと見てもらいましょうか、はい、どうぞ。どうも、カメラマンの安武です。今大掃除をしてたんですけれども、見てください、こちらのスニーカー、もうね、部屋に入らないぐらいになってしまっていますので、僕はこちらのスニーカーを出品したいと思います。皆様よろしくお願いします。どうも、山口智です。僕も家をね、大掃除ずっとしてたんですけれども、こちらですね、ずっと気に入ってかけていたセイというブランドのメガネを出品できたらなと思っております。かけるとですね、こんな感じになります。そして、箱、あのケースも付いておりますので、よろしくお願いします。どうも、チームカジサックの土橋です。今回年末のお掃除をいたしまして、僕が今被っているようなですね、ワッシュさんのモノマネさせていただいた時に、被っているハットを僕実はいっぱい持ってまして、いっぱい出てきたので、その中からこの一つ、こちらのハットをメルカリさんに出品したいと思います。よろしくお願いいたします。どうも、チームカジサックの中野です。
僕の場合引っ越ししたてであまり物が出てきませんでしたので、こちらハロウィン企画で僕が着ていた大人気キャラクターのスーツをこちら1000円で出品したいと思います。いやー素晴らしい、揃いましたね。はい、おのおの、うん、ぽいね。ぽい。安崎はスニーカーで、そうですね、トンボはメガネで、はい、メガネメガネ一本持ってね、はい、そうそうそう、その中のメガネを、そっかそっかそっか、ね、出してくれて、うん、そして土橋くんはあのワッシュさんのコスプレの時にいつも被ってる帽子、はいはいはい、まあ、結構余ってたらしい、うんうん、いっぱいたくさん持ってる中で、うんうん、そして、中野くんはスーツということなんですけども、うんうん、こちらを、はい、出品します。そして、この数日後に、まあ、出品して一瞬では売れないと思うんで、うんうん、数日後に売れたかどうかをもう一度ここでみんなで、うん、携帯で見るっていう形を取りたいと思いますんで、はい、とりあえず出品するで。じゃあ、うん、はい、カジサック、これちなみに、うん、あの僕らのもカジサックのとこで出品してくれるってことですか？そういうことなんですよ、はい、あのおのおのじゃなくてこちらアカウント1個作ったんですよ、チームカジサックの、うん、メルカリのアカウントを、だからここで全員分のやつを出品します。なるほど。これどうする、マジで誰か売れへんかったらショックよな。うわ、ほんとだ。予想していい？はい、俺多分スーツ売れへんと思う。いるよ、いる、売れるよ。売れる？なり、しかも来てんねんで一回。なりたい人いるかもしれないじゃん。なりたい人おるかな。じゃあいくで、はい、出品するよ。うん、じゃあいきます、出品いきました。うん、これでじゃあ数日後、うん、またお会いしましょうか。うん、はい、久しぶりに扉時飛ばし行こうか。あ、じゃあいきますね、扉言って、時飛ばし。大成功。扉取り飛ばしは嫁さんが一番うまいのよ。うまいですね。うまいのよ、ほんまに。綺麗でしたね。綺麗なんですよ、はい、まあ、あれから数日経ってるんですけども、うん、はい、ちょっとまあその前にちょっとまあこれどうでもいいって言われるかもしれないですけど、うんうん、一個だけいいですか、はい、髪切りました。どうでもいいわ。ようやく行く時間できたね。ようやくできてね。どうでもいいんすよ。どうでもええか。どうでもええっすよ。ほんまかいな。ほぼ見えてないですからね。見えてないよ。そうかそうか。わからんわ。さあ、いよいよなんですよ。はい。結果発表なんですけども、うん、これちょっとびっくりした。まず言うわ、もう。はい。見事すべてソールドアウトしました。もうなんで倒れ込むの。映ってます。ピントピント。映ってますよ。恥ずかしい。恥ずかしい。映ってないと思ってますね。ボクさんでは。無事なんですけど。すごい。いや、今回これすごくてさ、出品したら速攻売れてん。全部速攻売れた。そして何よりもほんまに一瞬で売れたんが、うん、嫁サックの化粧品。さすが。そう、あと全体的にもすぐ売れたんやけど、はい、2つだけちょっと時間かかったの、はい、まあ、ちょっと時間かかったっていうか、まあ、ちょっと時間かかったの、はいはいはい、ちょっとね、はい、恥ずかしい。嘘でしょ。ジャージです。え？本物か分かんなかったんじゃない？いや、あー、なるほどね。ちょっと遅かったのが、はい、俺と嫁サックとかやったらよかったんですけど、はい、もう一人なんですよ。はい。中野くんのスーツ。リアル。このタイムラグはリアル。だから中野くんのジャージも中野くんと同じコスプレ扱いにされてたのかもしれない。そうですね。あ、なるほどな。そうそうそう。これだけ言えるのはおそらく吟味されてたんですよ。まあでも早かったんですよ、僕のジャージも中野くんのスーツも、はい、スピードは早かったんけど、はい、あまりにも嫁サック、トンボ、安武、土橋くんの商品が一緒に売れた。うわ、すごいすごい。しかし今回気づいたのは、メルカリって簡単よね。ね、なあ、だって出品する時も写真撮って、なんかいろいろ入れて、うん、で、あの出品するだけ。せやね、うん、俺もっとややこしいものなのかな、うん、このカジサックでもできたっていうことですよ ね、 ね、うん、さあ問題はですね、はい、まあ売れたじゃないですか、皆さんの、はいはいはい、このお金で、うん、何買おうかっていう話なんですよ。確かに、うんうん、せっかくやったら何か買いたいじゃないですか、うん、売れたお金で、うん、で僕ちょっと考えたんですけど、うん、せっかくチームカジサックで出品して売れたお金なんで、うん、チームカジサックで使えるものがいいかなと思って、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。僕一番いいなと思ってるのが、うん、今これ照明焚いてるじゃないですか、はいはい、1個、うん、実は1個なんですよ、うん、確かにもう1個欲しかったよ。あー、いいいいいいいね、うん、だからこの売れたお金で、うん、ライト買うってどう？あ、めっちゃいいじゃないですか。ええよね。めちゃくちゃいい。
最高最高。今ライトって言ったら野球のライトじゃない？分かってるわ。球団やるってこと？そう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 。急にチーム開拓にライトが入ってくる。ライトが入ってくる。ライトいるだけでも何もできない。守ってる。ずっとこうやってる。邪魔だな。そっちライトやから。気になるわ絶対。いや照明をちょっとね。いや、うん、これめっちゃ買おうよほんまに。たまにこっち側だけちょっと暗いとかなったりするの一個だと。うんうんうん、だもう一個作ってね、うん、っていうのをやっていこうよ。いいですね。ね。うんさあというわけで今回は大掃除企画ということで片付けをしながらメルカリを使って出品してみました、はい今回ご協力いただいたメルカリさんですけども、年末年始にかけてみんなの出品を応援するキャンペーンをやっているそうです、ぜひ概要欄をチェックしてみてください、はい、年末の大掃除皆さんもしてみてくださいねカジサックすいません、カジサック何いや どうしたんですかどうしたんですか引きずってるえ？え、何をですか売れ残った件いや、売れ残ったわけじゃないですから、ね、まあ、残ってはないけど、うん、売れたんで、ちゃんと、ね、早い方ですよねそうそうそういやいや、もうそんなん慰めやわ、ま価格的にもね。そう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 。うん、一番ね、一番高かったんで。っていうのもあるから。カジサック。お前。お前もや。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。